時代を作るレバレジーズ。あれ、かくさん、お疲れ様です。なおちゃんじゃん。CM? そうそう、レバレジーズって会社のね。時代を作るって、どういう意味ですか？え？普通に考えたら、今の社会課題にテコを入れて、次の時代を良くしていくっていうことだと思うんですけど。なるほどね。そうじゃないんですか？だってあのテコって、多分その象徴ですよね。そう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 、そういうこと。分からずにやろうとしてたんですか？なおちゃん。私がかくさんにテコを入れてどうするんですか？こなしてんのよ。時代を作る、レバレジーズ。時代を作るレバレジーズ買った。どうすかね。あ、めっちゃ良かったよ。あ、でもなんだろう、なんかが足んないんだよな。実じゃないですか。お、ノーサンド実。人を感動させられるのは実を伴ったお芝居だけだと思うんですよ。たくさん。はい。いや、ノーちゃん。レバレジーズは少子高齢化や教育問題など様々な社会課題にテコを入れています。知ってるよ。どういう分野で？IT、医療、介護、ヘルスケア、M&A、HR、テック、それら全ての分野で何を作るんですか？時代を作るレバレジーズ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、ご紹介ください。レバレッジの皆さんですか？どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですが進めてよろしいですか？はい、じゃあ中田さんからよろしくお願いします。あとは汎用は後ほど。入った。もう一回テストです。そうですね。OK、はい、ですか？はい、はい、じゃあおしまいです。こちらでグラフィック終了です。ありがとうございます。花尾さん、ご移動お願いいたします。よろしくお願いします。久しぶりです。その説は今回は共演者すみません。本当に時代がね、短くやるだけ。外にいるから僕は。よろしくお願いします。もう明確なメッセージとして、一つ目は時代を作るというキーワードを残したいという点がございます。で、二つ目はさまざまな分野でいろいろやってますよということをお伝えしたいです。で、行くんですけど、なおさん大変です。ありがとうございます。なおさんやばい。めっちゃ大変です。ずっと唱えてるんですけど、ね、なかなかこの2個目とかが特に何がちょっと入ってきて、こなしてる、こなしてる、ね、なんかこの現場自体がちょっとある種ちょっとこなしてる雰囲気があって、そこにこう戸様の人間だけが、いや違うだろう、ちゃんとやろうよってなってる。で、その芯食っていくっていう成長ドラマみたいな。なんかだからお芝居 もう抜きで抜きで落とし落としてかなりナチュラルに。なんか自分に言われてるよね。あ、違う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 。取るのは最初の方から、ね。そうですね、はい。ちょっと若干順番前後する部分もあるんです。前後する。すみません。はい、そうですね、はい。まあ、でも、まずはこの時代を作る編からやります。はい、マジで言ってないです。何だ、何ですか。はい、じゃあテストいきます。はい、テスト、はい、テスト、よい、スタート。あれ、奥さん、お疲れ様です。おー、なおちゃんじゃん。CM? あ、そう、レバレージ。時代を作るってどういう意味ですか？どうするんですか？どなしてんのよ。カット。なった。素晴らしい。なりました。愛なりました。この辺からドライブをかけていきたいんですよ。最初はなんかアンニュイなそのタレント同士の良さそうだ。置いてもバレない。持って帰ってみよう。見てもバレないやつある。いや、見てもいい、見てもいい、バレない。結構のことも大事。ちょっと、私がカクさんに結構入れてどうするんですか？そう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 、最後。分からずにやろうとしてたんですか？ちょっと、ちょっと、私がカクさんに結構入れてどうするんですか？本当言うの、その、え、なんで分かんないのみたいなの言います。こんな感じで、本当に。
ですね。スタンバイしていきます。はい。どのぐらいきりだった？で、2時間1回バラして、千秋楽のでそれで2時間後に来てすごい、そんなことあったんだ。合計5時間もうやばいよね。まだ5時間3時間半で休憩、はい、キャラさんの出た人をすぐ次のシーンで出したいから、はい、もうちょい下げようかな。転換もあるし、だからその追い詰められた人間が、その極限状態の人間が笑うしかなくなったっていう1回目の人間です。もう自然なの取れてる。どうするんですか。はい、じゃあ一応やっていきますね。はい、じゃあ一応テストでやっていきます。じゃあスタンバイです。はい、じゃあいきます。セッサーよし、よーい、スタート。すいません、賀来さん、現場へお願いします。あっちになります。頑張ります。じゃあまあ、はい、よーい、スタート。現場へお願いします。頑張ります。カット。実、人を感動させられるのは実を伴ったお芝居だけだと思うんですよ。賀来さん。はい。おい、奈緒ちゃん、知ってるよ。どういう分野で？IT、医療、介護、ヘルスケア、M&A、HR テック、それら全ての分野で達成されてるんですよ。終わったら、自社作れたら医療、介護、ヘルスケア、M&A、HR テック、それら全ての分野で何を作るんですか。時代を作る。カット。はい、カット。かわいい、めっちゃいい、すごい。IT、医療、介護、ヘルスケア、M&A、HR テック、それらすべての分野で何を作ってるんですか。時代を作る。カット。めっちゃいい。また何を。レバレジーズはいろんな分野で次の時代を作ってるんです。作ってるんです。そうなの？知ってるよ。何を作るんですか。なんだっけ。新しい多分ね、時代を作るだと思います。時代を作る、うん、何を作るんですか。時代を作る。顔をあのカメラ目線にやりながら時代を作るいただいてるんですけど、見た上、見てから板付きで時代を作る時代。最後いただけると、はい、それだけ、すみません、お願いします。それで多分大丈夫。時代を作る。カット。ありがとう。素晴らしいと思う。ちょっと撮影終了になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、もうとにかく見どころは奈緒さんの狂気じみたセリフ回しとキャラクター、もうそこに尽きると思います。もう素晴らしかったです。もうただ見ててもう尊敬でしかなかったですね、はい、いっぱいいっぱいでなんとか終わりました。いやいや、すごいですよ。すごいですよ。普段の結構自分自身が話すのがゆったりしてるので、あの早いセリフっていうのがすごい苦手なんですけど、今回はなんか今まででもこんなに早く喋った作品っていうかないんじゃないかなって。あんまりないので、あの頑張りました。だから本当にその注目ポイントもう一つとしては、あの初めましてなんですけど、まるで一度共演してすごくあの仲良くなったことがある
かのようにスタートするっていう、うん、そうだね、そういう体でしたもんね、今回がね自分たち自身の役でもあるの で、うん、そうですね、なんかちょっとコマーシャルだからこそ実現できた空間ですごい楽しかったです、うん、ただなんかこれいわゆるこの業界あるあるなんですけど、テレビとかでまあ拝見するじゃないですか、もう勝手に3回ぐらい共演した気になってるんですよね。わかります。そうだから今日その初めましてですよねっていう毎回確認をするんですけど、共演した気になってるんですよね、なんかね。すごいフラットな方だなと、それでいてこうね、カメラが回ったらセリフをブラブラって修正にもすぐ立って対応して、もうそりゃね、こう一線を活躍される方だなっていうのは普通に思いました。私はずっと賀来さんお優しくて、初めましてだったんですけど、休憩時間のお話とかもそれこそフラットにというか、全くなんか距離感なく、距離が遠くなく、本当お兄さんでお話ししてくださって、なんかすごい短い時間ですけど1日ですごい楽しかったですし、お芝居はもうテレビとか画面通して見てたので、なんか普通にうわー賀来さんだみたいな気持ちで、はい、なります。芸能界って大変だねっていう話ですね。はい、芸能界の先輩にいろいろ聞いてました。いや、こうなかなかこう俳優さん同士でなんていうんですか、お仕事の話とか、どういう経緯でこういうふうになったとかっていう話を聞く機会って意外と ね、ないから、ちょっと聞いてみたんですよ。そしたら結構面白くて、うん、勉強になりました。なってないでしょ本当に勉強になった。いや、もっとなんかお話聞きたかったです。もっとお話ししたかったです。絶対最終休2日、あもう国の法律でみたいな風になれば、うん、なんかもっとメリハリがつくんじゃないかな。週3かな、週3がいいな。もっとこう時間も有効活用普段できて、うん、お仕事もこうもっと集中してやるみたいになるんじゃないかなっていう、結構こうプライベートと仕事って分けて考えられることが多いと思うんですけど、やっぱり自分の生活の中に仕事があるので、仕事のお仕事をしているその忙しさみたいなものがその生活の大部分になってしまうと、身近な大切な人との時間がやっぱりなくなっちゃったりとか、すごい小さな幸せに気づけなかったりとか、自分自身もそういうことがあるなっていうのをすごく思うので、一人一人皆さんが自分のこれが私の小さな幸せって、もう何でもいいと思うんですよ。家帰って食べるこのアイスクリームが幸せとかでもいいと思うし、なんかこう一輪お花買って帰るこの時間が幸せとか、自分のことちょっと好きになれるみたいな、なんかそういう時間を一人一人が大切にできるように、もっと何を変えればいいのかが私はまだわからないですけど、賀来さんのおっしゃった週休2日とか3日とかそういうことで叶うのかもしれないですし、でも一人一人がそういうそこをもっと夢を見れるような時代になってくれたらすごくいいなって思います。こう時間っていうものを大切にすると思うんですよ、うん、今ってこうながらで何でもできるし、こうそのこの時間にしかできないこと、この日はこういう日ってなんか決まってないじゃないですか。だからそれをもっと明確にした方が人生は豊かになると僕は思ってます、うん、基本子供がいつも8時9時に寝るんですよ。で今の僕の生活リズムだと、その子供を寝かしつけた後が唯一のフリータイムなんですよ。自分の時間がやっと自分の時間ができる。あ、ただ8割5分ぐらいの確率で一緒に寝ちゃうんですよ8時9時にあそう、はい、だそこもうちょっと頑張って、はい、なんかもうちょっとこう自分の時間を
作れたらなっていう、いつも睡魔に負けちゃうんですよね。だからそこテコ入りしたい。あ、精神力、なるほど、体力も含め、もっと強くなりたいです。はい、最近キックボクシングを始めた。意外ですね。あ、そういう強さ、はい、物理的な強さ、物理的な強さがもうちょっと欲しいです。私結構笑い上手で、よく現場でもツボに入ると笑いが止まらなくなるんですけど、めちゃくちゃ疲れるんですよ、その笑って自分が。あ、もう帰るとそれこそなんか気絶したみたいにパンって寝ちゃう時とかがあって、 なんかもっと笑っても耐えられる強靭な体が欲しい。それでキックボクシング始めた。キックボクシング、体力作りで始めました。すごい、ね、あ、じゃあ体力があまり自信がないんだ。そうなんです、体力に自信がないです。もっと体力があればいろんなこと、結構やりたいことはたくさんあるので、もっといろんなことできるのになって思います。私は毎年見ていて、あのお仕事でリアルタイムで見れない時もあるんですけど、基本的には追っかけてもリアルタイムで見れる時は絶対見てて、でもそれ結構学生の時からずっとなんですよ。だからすごい1年の楽しみですし、あのお気に入りの年の DVD とかは持ってましたね、学生の時も。はい、いや結構本格的に好きなんですね。すごい、なんかやっぱりこう夢があるというか、もともとお笑い好きなんですけど、あのやっぱ笑うっていうこと好きなんで、な、はい、好きなんですけど、なんかこうすごく夢があって、なんかこうその日人生が変わる瞬間を見せてもらえるっていうのがすごく好きなので、あの毎年結構見てます。あの筋肉君とあのケインさんの、はあ、はなんかすごい、あ、それめっちゃ面白いなってなった時からすごい話題になってたじゃないですか。それで本当に今ねポンポンポンって言ってるんでしょ。で、まあ、本戦に残るかは分かんないですけど、うん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 、でもちょっと行ってね、荒らしてほしいですよね、あの M1 の場をね。うん、確かに、うん、私は去年が結構米田2000さんもすごい好きですし、あと今年あれ経歴的には大丈夫かな、ロングコートダディさんがすっごい、あのすっごい面白かったなって思ってて、私結構すごく前回の M1 はあの実は応援していたので、ちょっと今年も決勝で見たいなって願ってます。いつもこう僕とお仕事、まあ、そのメイクさんだったりスタイリストさんだったり、そのお仕事してる方ともう何年も前から一緒なんですけど、はい、毎年忘年会をやろう、あ、年の初めに言うんですよ。で、まあ、7月8月になっても忘年会いつにするみたいな。で結局もう7、8年、5、6年やってないんですよ。あ、すごい、忘年会、忘年会をもう忘れてる、忘れるというか流れちゃう、どうしても。でも今年はもう日にちも決めたんですよ、忘年会の。だからとうとうできるんじゃないかって、すごい8年越しぐらいの忘年会、盛大な忘年会をもうやってやろうっていう気でいます。はい、私は、今ちょっと寝具がもうちょっと改善できるんじゃないかなって思ってて、うん、もうマットレスとかあと枕とか今すごい探してるんですよ、うん、できれば年内に間に合わせて、やっぱいい初夢を見たいなしたらっていうのはちょっと今年中に急いで今やってるところです。早い、おまた僕の体感で始まって1ヶ月しか経ってないんですよね。はぁ、下終わってたんですね。マジで今年早くて、はい、本当に記憶がないし、まず何したっていう本当にぐらい、過去、まあ、年齢を重ねるごとにどんどん早くなっていくっていうけど、今34なんですけど、うん、こんなに早く感じるっていうレベルにちょっと今来てます。34歳、いやちょっと本当にねびっくりすると思うよ。本当ですか、うん、年齢が経つごとに、だからこれ僕が40とかになったら本当に一瞬で終わるんだろうなっていう、だからこそそのさっき時間って言ったんですけど、そう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 、恐ろしかったですね。早かった、
知るっていう字ですかね。私これ多分去年とかももしかしたら知るにしてたかもしれないんですけど、去年は割と新しい挑戦とか、なんかこう自分がなんか知見として知っていくことが増えたなっていう感覚があったんですけど、うん、今年は1年すごく奈緒さんどうですかってこうジャッジを求められたりとか、うん、あと自分でこう自分と向き合わないといけないことが結構たくさんあって、なんか今まではああすごくなんか誰かが考えてることって本当に面白いなって思ってたんですよ。でも自分自身は何を面白いって思うんだろうとか、自分は何が好きなんだろうとか、なんかそれこそ自分にとっての小さい幸せって何だったっけなとか、割と自分と向き合って自分のことをちょっと前より知れた1年だったかなって思います。なので知るで。 CM をご覧になる皆様、こんにちは、角健人です。こんにちは、なおです。今回の CM はですね、時代を作るがテーマになっています。さまざまな価値観の登場や変化が多い時代だからこそ、こう今の社会問題に、テコを入れていく、そんなことを表現した CM になっております。自分自身との向き合いの中でより良くしていくためにはどうしたらいいのか、そんなことを CM を見て感じて考えていただけると嬉しいです。